初代タイガーマスクストロングスタイルプロレス。さあ、スーパータイガー狙ってるか、カウンターのナックルか、カウンターのパンチダイブ、そして ST オーパー抑え込んでいくぞ。さあ、ちょっと今の STM で方向を下から打ちつけるか、スーパータイガー心配であります。さあ、強引に抑え込んでいく。村上一成。さあ、僕はスーパーホールドでスーパータイガーが落ちてしまった。さあ、ましたが今度は顔面に。さあ、バックを取って、猛攻原爆固め。このストロングスタイルプロレスのリングで、どうしても戦いやつ、たいやつがいる。村上一成、まだいるんだったら出てこい。このベルトをかけて試合しようじゃねえか。おい、これこそ、お前本当に腹くぐってんだろ、お前。その言葉、この野郎、お前嘘じゃねえだろな。ストロングスタイルプロレスのリングで嘘はつかない。俺はあんたと戦いたいんだよ。ここはやっぱ同門として固め取らないと、それで清算させます。お前ぶっ潰してやるからな。おい、ストロングに血まみれにしちゃうから、よう覚えとけよ。これ、腹くくっとけ。段蹴りで吹っ飛ばした。さあ、クリーンがトップロックからラックレブローター、空中技を狙うのか。さあ、セカンドロックからタイガークイーン。タイガークイーン、ちょっとあいつ狙っていきたいですね。はい、今日すごいワクワクしたんで、ちょっといつか近いうちシングルマッチに持っていきたいなと思いました。はい、ストロングの顔は譲らないです。これだけのメンバーが、この大会に集まる、日本を代表するストロングスタイル力道山先生、そして猪木会長、そして初代タイガーマスクが掲げる、まず強さこそまず前面に出る戦い、そういったものをしっかりと見せていかなければ、今のプロレス界、そして世界に対しても、胸を誇れる、プロレスリングではないとも私は思ってますので、この6人で、誰が味方で誰が敵であってもしっかりと戦いを見せていきたいと思います。若い選手を相手に、私とサスケさんで華麗にリング上でジャズを奏でて、勝利を奪いたいと思います。中津の刺客として藪下を出しました。ここでやっぱ実力を発揮しなければいけない。私は元スリーウェイのチャンピオンでありますので、もちろん、勝利に向けて、考えていきたいと思いますが、あの二人は、チームでありますので、
ちょっと2人から2人2対1になってしまうというのは想像できますので、それを阻止するために考えたいと思います。ストロングスタイルプロレス、チケットは各プレイガイドにて好評発売中。